ギュンギュン。ギュンギュン。お、そういうところも行けちゃうのね。おっそすフォースポークンデモ版、こちらをプレイしてみようと思います。マイクロペーサーどうぞよろしく。ということで、フォースポークン、こちらのゲームは2023年1月発売予定のゲームとなっております。今回はデモ版がプレイできるようになりましたので、こちらをちょっとやってみようかなと、そういう感じでございます。あまりどういったゲームか詳しく調べてないので、お話のところはよくわからないんですけれども、なんか結構魔法を使いながら、ピュンピュン素早く動けるような、そんな感じのイメージでございます。映像が多分大変綺麗なゲームだと思うんですけれども、プレステ5版やっていきましょう。で、一応まあ表示やね、画質の方をどうしようかなと思って、まずはまあパフォーマンス優先でフレームレート高い感じのやつでやってみようかなと思います。デモ版ではどこまで触れるんでしょうか。行きましょう。ニューゲーム、フォースポークンデモをプレイしていただきありがとうございます。現在正規開発中であり、本デモのふんじゅ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 んっていうことです。スクウェア・エニックス。クレイ・ホーランド、夢を抱いた猫好きなニューヨーカー。運命的な出来事によって美しくも残酷な異世界アーシアに転移され、彼女の人生は大きく動き出す。アーシアにたどり着いたフレイの腕には意志を持つ魔法の腕輪が巻きついていた、はあ、この世界でフレイは強力な魔法を放ち、自由に大地をかける能力に目覚める。おう、かつては善良な統治者だったが、今や悪しき魔女となったタンタたちの暴虐に苦しんでいたアーシアの人々は、はい、フレイに最後の希望を見出す。救世主になるつもりはなかったが、じっとしていては帰る方法を見つけられそうにない、不本意ながらフレイは冒険に踏み出していく。不本意、デモ版やからなんかざっくりあらすじを説明してくれたんかな。ある程度じゃあ能力がなんか使える状態をプレイさせてもらえるみたいな感じなんかな。おお、チュートリアルを開始しますか。はい、どんな感じ。移動カメラ、まあ綺麗ですよね。で、移動しながら長押し。お、はいはいはい、あはん、丸ボタンで長押ししてる間キュンキュンいく感じなんか。あはん、 OK、 どこにいたらいいの。すごいね、フレームレート高いとやっぱ映像が乱れずついてきてくれますね。ささ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 さあ、バトルチュートリアル3分の1、攻撃魔法。攻撃魔法を使用して襲ってくる敵を倒しましょう。 R2 で使用することができ、 R2 長押しすると攻撃魔法が強化。魔法は複数あって R1 で切り替え。大丈夫、すぐ終わるでしょ。すぐ終わるでしょ。ほれ210、ほれエイムとかは、これで変更が長押しか。長押しで連射盾、これだね。はいはいはい、あ、いいね、こういう、なんかいろいろあるね。せい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 、よし来た。で丸ボタンで逃げて、なるほど。パルクールが丸ボタン
どうなんやろな。右スティックと丸ボタンを同時に触ることが難しいから、丸ボタンとスティックをちょっと入れ替えながらステップ踏まなあかんのはあるよね。 OK。 で他は盾とかあったよね。これを使うよ。だってだってです。あ、こっち向いてくれません。あとは連射、もう一個ぐらいなかったっけ。なんかこんだけか。それ距離があるのね。それあれ、あ、支援魔法。支援魔法を使うことで戦闘を有利に進められます。素早い敵の動きを支援魔法で止めて攻撃魔法を使うなど戦略を組み立てて戦闘してみましょう。 L2 で使用。なるほど、こっちが支援なのか。はいはいはい。何個ある？束縛、咲き誇る、削り師、これがライフ回復。さあこれはどうよ。あん？あん？お前が焦らせてんの。そうだよ。誰と喋ってんのこれ？とっておき毒消し。よし。これは？狙うのが。よっしゃ。あ、なるほど、タレットみたいなの置くのか。で、やりつつも自分も攻撃していくと。はい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 。ああ、いいんじゃない？まだまだこれからだよ。束縛する。お、何やお前。あ、結構支援魔法。これだ。レベルというかクールダウンがあるんやな。ええ、よし、これがいい。これ楽しそう。あ、じゃあ、あはん、ほら、やめ。支援魔法まだ溜まっとらんな。ツタ、毒消し、クールダウン長いな。試してみる。やばい。じゃあ、さよなら。アーチブ、こんな感じの敵が出てくるってことなんかな。うわ、なんかアイテムいっぱいあるな。いる、クラッチ。この辺は覚えるのが大変そう。これはスキルツリー的なやつなんかな。なんかいる。何このおばさん。おばさんと主人公と、おばさん、おばさんと主人公、なんやろ。で、なんかいろいろできそうやね。でも、え、移動が楽しそうやね。とりあえずなんか回復した。まだいる。バトルチュートリアル、魔法種の切り替え。魔法師の切り替えをすると異なる系統の魔法使用できます。同時押し L1R1、 2種類の魔法の中から変更。どういうこと？サイラ、フレイ、あ、フレイが主人公やから、こっちがじゃあ、あのおばさんか。多分ぶち切れたよ。おばさんの、これ多分おばさんの能力ってことよね。おばさん、おるおばさん、おばさんの能力、これ多分。勝手に、え、勝手に攻撃するね。で、強撃。お、なるほど。はいはい。仕留めろ。で、フレイに戻すといつもの。結構じゃあ種類いっぱいあんやな。やめて。スブレリー、なるほど、いいね。何よりこの移動がいいね。一番ここでしょ。お、チュートリアル終了します。最後に他の操作やゲーム設定。はい、あ、難易度勝手にイージーになってるけど、ノーマルでいいよ。
魔法の間はスローかポーズかも選べる。ダメージ補正、スタミナ回復、結構なんかいろいろいじれんやな。細かい部分はやってみな分からんけど、まあまあいいでしょう。ちなみにこれをレイトレースグラフィックにすると、あーやっぱフレームレート落ちるな。フレームレートはやっぱ大事よね。なんかいっぱい目標が出てきてるけど、水の園、中の宿を訪れる、マップ、結構なオープンワールドなんかな。これでも多分まだ一部よね、おそらく。で、魔法もなんかいろいろ覚えれそうやけど、ポイントがようわからんな。覚えれる？さすがに無理よね。この辺は？なんか覚えれそう？覚えちゃえ。やめとこ。すでにやっぱだからいっぱい覚えてる状態ってことよね。なんか移動系のスキルとか別にあるわけじゃないんかな。攻撃とか、そういうスキルだけで、移動に関するスキルは、もともと最初からあるもので最後までいく感じなんかな。なんか知らんけど覚えとこう。覚えました。ギア、この辺のやり方はようわからないよね。あ、普通に装備か。可愛くなったりすんのかな。ネックレス的な。敵撃破時に自動回復、ナイトメアダメージ。あ、こっちも結構ライフが多いとクリティカルプラス。一応それぞれなんか特徴があんにゃね、見た目だけじゃなくて。 T シャツにマントつけてるやつがありました。綺麗やけどフレームレートは落ちる。これを高画質表示、 4K 画質と安定したフレート、標準的な、こうすると、いや、さっきよりはフレームレート上がったけど、それでもまだ 30fps ぐらいになるのかな。やっぱ個人的にはヌルヌルのパフォーマンスよね。ああ、この感じ。画質は多少悪くなってるんかもしれんけど、フレームレートがいいとそれだけで綺麗に感じるもんね。この移動の感じを、これが醍醐味でしょ。これをだってこういうのにすると、ほら、もう全然全然なんかパラパラ感が出るもんな。いや、綺麗なんやけどね。静止画は圧倒的にこっちの方が綺麗やと思うけど、パフォーマンスよな。圧倒的パフォーマンスよな。この辺、あ、アイテム、こんな感じのやつなんやな。ここは、あ、入ります。やっと着いた。これが目標。ちょうどいいタイミングだったな。カフってやつが喋ってきてくれてんのか、これ。カフは？こいつがカフ？パカ。今日はどんな気分だろう。マジックエンハンスメント、
ここで能力を上げることもできますっていう感じだね。あ、寝れる。休憩。夜になったりとかすんのかな。起きました。おはようございます。あと少し寝かせて、お願い。願い。好きにしろ。顔。他。ギア。今これつけてんやんな。なんかもっと面白いのないかな。平凡なマントって感じ。平凡なマントですね。通りで似合っているわけだ。カフってやつはでも男のやつなんかな。なんだこれ。ファストトラベル的なやつかな。出るわ。新しい冒険の始まりだな。そんなに楽しいものじゃない。普通にジャンプ。気分を上げてやろうと。ジャンプ。さあ広大なオープンワール。危な。何ここ。はっ。あ、ダメージ受けんの。この感じで飛べるのに、高いとこから飛び降りたら、あ、いいですね。はっ。さっ。それは大丈夫なの。あー、すごいとこで。待って、もう一回ギアを。別のやつ。青色。そんな変わらへんよな。で、基本 T シャツ、ジーパンなのな。何かいるな。どうする？こっち向きにカメラしながら。カフスキャンを頼む。あ、パルス的な。いるね。結構勝手に。いやね、なんて言ったらいいの、このパルクールアクション。結構勝手に動いてくれるな。スパイダーマンの、あれより、あれに近い感じかな。なんか結構、動き的には楽。そんなに、細かい操作をしなくても、勝手に動いてくれる感じやね。ズン。この辺までよくわからない。はい、避けて。避けて。うる。どれ。縦じゃない。うる。ほい。なんか強めのやつ。強めのやつよろしく。で、サイラ。おいいね。そういうのもあんのか。おい。ほら。避けて。操作感も楽。ただ攻撃の R2 連打がちょっとしんどい時があるけど。はい。ほい。勝ったこいつ。ズスン。まだか。どうした？あ、なんか今なんかできそうやったな。ういは。ヒューズとウルトみたいになってるけど。はなん。ズン。他はクールダウンがやっぱちょっと長いです。はい。で、倒れたところをなんか、さっきなんかできたのにな。他は、なんか、怒りの、変わってないな。うい、股間ちょっと触った感じ。あー、回復。股間を下から、うい。倒しました。こんな感じなのね。危な。
ちなみにこっから飛ぶとさーっ、プレイしっかりしろ。ダメージ受けてるよね。顔フレイさん顔回復した。自動回復か、あれをなんかすんのかな。バックフレイの連射にして壊れたりとかせんな、関係ないな。なんかフックしたりとかすんのかな。画面の綺麗さと移動の快適な部分はあるから。みんないなくなるなんて一体、何かあったか。オープンワールドでこういう早く動くのが好きな人にはもってこいなんやろうな。これだけで楽しいっていう人も多分全然いると思うわ。移動が遅くてイライラするゲームとかもあったりするからね。こういうところ登ったりとかはさすがに無理。さささささささ、すがにこういうところは登らへんな。どの程度やったら登ってくれんやろ。ふっふんふん、無理だ。なんかあんやな、登れるあれが。ってことは一回降りてもうたら若干戻るん大変なのか。はい、分かってるってば。あそこの橋に戻りたいんけどな。ガフースキャン、あ、それ敵なのね。鹿なのに、鹿ごめんね、鹿鹿ごめんごめんね鹿。ああごめんよ。おお、お前そんな飛べんのかい。普通の一般鹿じゃないのかい。なんか能力のある鹿なのかい。うい、カラスも来た。カラスなの何やの分かんない。動物と喧嘩してます。痛い。ウィークネスって出たな今。弱点あんのか。ほら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 、アーチブを確認。味方がまだ分からん。こう照準をあいつに合わしたいのを、なんかもう一つうまく合わへんな。エイム合わしがちょっとだけ難しい。感覚で常に、FPS とかやってるとどうしてもエイムアクションが入るからさ、それで結構感覚的にエイムができたりするんやけど、ずっと腰ダメ打ちをしてるみたいな感覚になるね。へい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 。はっ、チェンジのはっ、えい。あとはこっちも高速の衝撃。あともうどれがどれかわからへん。えいへい。どうなの、自分も燃えるのね。倒した、まだどっかいんのか。いました、あな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 た、よし。戦闘は戦闘でなんか一つの括りになってんのかな。経験値が
上がるタイミングとかがねあるっぽいもんね。ギュン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 。おそういうところも行けちゃうのね。あれは敵やな。スキャン、無視です。お、なんかカメラマーク。この景色なんかあの子たち喜びそう。被写体はと、なんだ景色を探す、あれを撮んのか。あ、撮るっぽいな。なんかはい、いい写真が撮れた。あと49枚。どういうこと。いい感じ。悪くはない。ゼルダブレスオブザワイルド的ななんかあんのかな。何が光ってんのこれ。ん、祝福の泉入る。どうした。丸まっております。新たな魔法を習得しました。連続の跳躍でさらに高く上昇。あ、移動系のスキルをそういう感じでじゃあ覚えていくんかな。まあでもシナリオに沿って移動系の方はアップグレードしてくれた方がいけるところがね、それで徐々に広がるもんね。ずーん、これであの橋まで戻れる？ここは登れるよね、さすがに。で、ふん。で、ちょっと上まで登れるようになったとはいえ、まだそこまでかな。すごい景色。ああ。モンハン思い出すんやけど、なんかこの感じモンハンの最初の面思い出すんやけど、これぐらいの感じでモンハンできたら気持ちやろな。敵いっぱいいるね。戦闘よりもでも移動が楽しいからね。登れ、もうちょっと、よし登れ。意外と、お、登れる。頑張りゃいけるな。ただあまりにも高いところはまだ無理っぽいね。ああすんすん。エミントリで敵を殲滅。どこどこどこ。あそこ、あそこは橋じゃなかったっけ。あれもでも倒さなあかんやんな。行ってやろう。早い早い。宝箱。大したことなかったな。もらえるだけラッキーじゃん。すんすんすん。お前ら全員敵かい？お、バトルチュートリアル魔法バルクールと回避。今さら回避教えてくれた。なんとなく丸ボタンやろなと思って勝手にやってたけど、いけてるよ。で、こう。おいおいおい。やめてーん。はいはい。いいね、いいよ。悪くない。やめて。すん。スンスンス。はいはいはい。必超必殺技みたいなないんかな。回復。
あ、聞くわ。それ聞くわ。はいはいはい。剣の方が意外と楽しかったりするかも。危ない。はい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 。もう一丁。毒消し、束縛。おい。いってえ。ドイツにやられてんや。はいはいはい。おれ。こっちの方が好きかもしれん、これ。剣撃の方が。痛い。すん。おれ。こっちの方が。いえい。こっちの方がサクサクなんかいろいろできてる気がする。よし。自分にも食らうのよな、ちょいちょいな。もう一丁。おい、これかっこいい。いろんなタイプがあんのかな、魔法も。もっとその辺全然情報仕入れてないからさ、あんま分かっとらんのだ。いや、いや、いや。お、いけました。あ、ボスかな、ちょっとした。だね。ロックオンは敵が見えているときに R3 やね、押し込み。ロックオンのアイコンが表示され、対象の敵を常に画面の中央にあったんですね。ロックオン。はいはい。ボスの時は基本ロックオンの感じ。避けて。はい、避けて。結構どうなんやろ、最初やからなんかな、すごい簡単ですよ。当たってない。ダハン。はい。あはん。すん。すん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 。硬いけどいける。最後は。すん。ほら。ほらほらほら。ほらほらほら。ほい。当たったのかい。うーや。お、魔力が増加しました。ちょっと手応えはあった。ちょっとだけか。こんな感じだよね。なるほど。戦闘の感覚もちょっとだけつかめてきました。さささささささ。見て。いや。橋が落ちなかった。よかった。このゲームはでも一番はやっぱこの移動じゃないの、楽しいのは。なんか怖くてさ。なんかちょいちょい。あるね。何これ。こういう収集がどっかでまた何か使ったりするんかな。その辺の細かいのはまだ分からんもんね。ちょいちょい進んでは来てますけど、 400m 向こうって言われても多分すぐ行けるよな。マップはこうどうなんかな。街並みとかもっといろいろ出てきたりせえへんのかな。敵はちょいちょいいるけど、逃げれば問題なし。逃げるめっちゃ簡単じゃんこれ。ささっささささ。パルクールアクションがでも個人的には丸ボタンとスティック両方がもっと押しやすい感覚になってくれた方がいいんやけどな。常に右スティックを触っておきたいからパルクールアクションが丸ボタンっていうのがもったいない気がするんやけどな。はい、死にそうです。
か手を打った方がいいんじゃないのか。まだ生きてます。これなんか嫌な感じ。何らかの理由でブレイクを引き寄せているな。なんやろ。お前の力で吹き飛ばせそうだ。やってみろ。吹き飛ばせそう。えい。あ。さささささささ。アナログな壊し方。で、なんだろう。石碑を読むみたいな感じなんかな。防御力が増加。結構なんかロープレイ要素が多い感じなんかな。で、あとはもうギュゼル村でマントを手に入れる。あっちに行くのか。行ける？あー危ない。でもダメージ受ける。なんか空飛んでる岩とかあるけど、マジで。でもこれ R ボタンのどれかがパルクールに当てた方が良かったんじゃないの？だとしても蹴散らしちゃえばいいでしょ。キーコンフィグ的な、多分いじれるとは思うんやけど。サウンド、あ、操作設定、決定ボタン、あ、いや、こんだけしかいじれへんのか。あ、こんだけしかいじれねえわ。丸ボタンを押してる間右スティックが触れへんからさ、カメラがこうやって動かせないのよ。こうってしたくなるやん。この時にはパルクールやめちゃうのよね。なんかコントローラーでプレイするのがちょっともったいない気が個人的にはするんですけど。あ、デモバージョンはこっから先行けません。なんやて、端っこに来てたんだね。ここどうやって登んやろう。今の俺じゃ多分登れへんぞ。すんすんすん。この辺無理よな。これは？あ、あ、あ、あ。なんもない。敵の気配がするぞ。敵はもう無視で大丈夫ですよ。これなんや。絶対なんかあるわこれ。デモ版ではいじれへんのか知らんけど、絶対今のなんかあるわ。さささささ。何かいるな。どうする？ささ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 さです。見ないふりでします。スキャン、あ、こういうのもスキャンできるのか。スキャンはいつでも、あ、いつでもできるね。うんうん。ホライゾン的な感じ。さささささ。まあ、こう早く移動できるところを楽しむのがこのゲームのね、いいとこやと思うんやけど。またカメラある。さっさっ。珍しい風景だし写真に撮っておこう。よし、ここで撮影しよう。どこ、どこ撮んの。うん、この辺適当に。画面端の矢印を参考に。あ、なんか、あ、この辺なんや。ズーム、文句が多いな。このカチャっていうな。なんかここ、あ、
違う、あもうキャンセルしようか。スマホ持ってんやんな。ズームして、ここまだ文句言われるな。はいズーム引くのか、こうか。あ、いけたっぽい。いい写真撮れた。うん、確かに良さげ。十分だろう。うわ、なんか、はあ、トカゲちゃん。かかった。やるなら今だ。えい、えい。ほい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 。で、フレイに変えて、またこれ使って。ゾイ。ごめんなさい、じゃあ逃げます。怒られてます。さよなら。あー、いっぱいいるのね、あなたたち。途中で逃げても経験値入るんやな。宝箱。何もないよりはマシか。うん、お前が言うなって。これでもどうやってマジで戻んやろ。上に戻る方法は関係ないよね。ただの石。うん、あ、登れそう、ここ。いいですよ。ああ、スタミナの概念とかがないんかな。もうなんかずーっとパルクールしてくれるね、押してる間。丸ボタン長押ししながらずっともう勝手に、この辺も勝手に何も押さんでもちょびちゃんとかしてくれて、自分でこのまま×押せば一応飛べる感じやね。あ、四角ボタン押したらなんか今、あ、グラップリングみたいなのあんのか。教え教え、そういうの。グラップむず。ん？進行方向ほ、なんかちょっとやり方よくわからんな。他のボタンは先頭のやつやもんな。うん、だな。おい、さささささささ逃げれる逃げれる。ささ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 さ、ないな。はい、来たな。あ、いいね、町じゃない。ギュゼル村。敵かい。うつす。はい、うんうん。お、ロール回避 R2 と、ん、なんかちょっと違うんかな。 R2 押しながら、なんとなく戦いの中で自動でしてくれる感じかな。 R2 で攻撃いっぱいしてる最中にっていう感じ。はい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 。おるおる、まだか。あ、いっぱい来た。ちょう、はや、やってこないでよ。回復したいよ。そう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 。人は？そう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 。多分それなりに弱点とか、痛い、つかなあかん感じになんやろうな。よし、まだその辺が分かんねえが。じゃい。さっさっさ、当たらない。ふいや、あんま効いてないみたい。あんま効いてない。やっぱ火の方がウィークネスって出てたもんな。核が飲めば口の悪いから。うん、ねえ、あち、あいつ、うるい。さあ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 、つい避けて。うん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 、まだまだ
もう一回。いいね。はは。燃えちゃいな。ドア。向こうの方。すん。いて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 い。戦闘より移動。戦闘より移動を楽しみたい。で、あとは。うるり。当たらない。待つことを覚えろ。なっさん。うるせえな。どうやぞ。うん。どうした？お、いけたっぽいです。これじゃ相手になんないわ。まだ余裕そうだな。ですね。パカッチョ。中身はジュディシャスマントか。受けました。あ、フォースポークンでもコンプリテッド。なるほど、これでじゃあ一通りデモ遊べたっていうことなんですね。いいじゃないですか。経験値。あとはまあ、目標は、あ、エクストラチャレンジ。湿地帯に生息する強敵に挑戦してみましょう。まだもう一個、新しい何かが出たってことか。で、一個なんか取ったんやんね、今。これか。目くらまし無効。はんはん。よし。見て。遠隔で落ち着いた感じじゃない。どう。マントはそうだが、お前はそうでもないな。お、やめたね。そんなにめっちゃおしゃれってわけではないと思うけど。どいてね、鹿さん。これで1キロ向こう。いやーすごい、パルクールダッシュが。夢の中やったら大体こんな感じで走ったりするよね。夢の中だけはこれぐらいのスピード感で走れるって思って行ってるけど、でも足が空回りしてるから、前になんかうまく進めないみたいな変な感覚になったりするよね。さささ、ここ登れ登れ、 OK、 イエス。あん、お、湿地帯っつってたけど、この砦はまた別か。エミン砦、ここは敵を殲滅。遠慮しときますわ。なんか倒したら、どうなるな。宝箱がもらえんのか。ここがなんか拠点としてなんかなるのか。わかりませんが。魔物がいっぱいおりますね。おわ、すごい湿地帯。FF。12を思い出すのは私だけでしょうか。はっ、いや13もか。うん、強敵とやら。ああ、なんか雰囲気がちょっと違うね。建物は何でしょう。あそこになんかいるのは見えてんやけど。うわ、敵はいいですわ。パルス、うん、あ、ファストトラベル、なるほど、そういう場所ね。オッケー。強敵とやつ、どんなもんか。
行かしていただこう。来い。はっ、うっす。はっ、なんか、あ、走行シーンだ。なんか上に HP 出てるけど変異クイーンかなって言ってるね。リスタートするとちょっと離れたところから始まったけど、自動セーブかなんか入ってたんかな。キャーはっ、これでファストトラベルは何基準でやってんやろね。あ、ファストトラベルもできひんから、ファストトラベルする前のデータに戻ったってことかな。ちょっともう一回だけ、これデモ版やけど、あれ倒すのはかなり難しい設定にされてたりするのかな。ささ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 。なん？なん？来ました。はっ。あ、追加されましたってことは、そういうことやな。データ的にも、ちょっと前のデータに戻らされたやんな。よし。そこ。宝箱。宝箱は？開かないね。へっ、へいへいへい。遠目から、遠目から攻めよう。すい、避けて。いやでも火の方が多分効くっぽいな。うん、ただ近づくのはきついよ。すっすっす。左下の体力の見方がいまいちわからんやけどな。はいはいはい。あそこそれなりの難易度にされてるってことやね。戻ってきました。いいじゃない。ああ、じゃああいつを倒すのはまあまた適当に楽しむとしまして、まずはまあフォースポークンデモ版こんな感じっていうところが、ああ触れたらいいかなと思ってましたので、程よい、ああデモ版っていう感じではありますが、それなりにいろいろ触れたんじゃないでしょうか。この移動の感じと、個人的には結構ね、この時に走ってる時のコントローラーの振動がね、なんか程よい振動で気持ちいいわ。いい感じの小刻みな振動がコントローラー越しに伝わってきます。パソコン版とかやったらどうなるのかっていうそこら辺がなくなるからね。ということでフォースポークンデモ版こんな感じでございましたが、うん、実際製品版の方どこまで、うん、買うかどうかもまだ全然考えておりませんが、今日はこの辺りが触れたので良かったとしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。また何かしら別の動画でもお会いしましょう。それではまた、よろしくどうぞ。